枠の中に線を描いて、車を作りましょう。タイヤ2つと骸骨いるぜ。できた枠にくっつけるように、タイヤ、そして骸骨。骸骨まあまあ大きいぜ。発進。骸骨。いなくても走るのかよ。でも、車体が軽くなって、かなり不安定。失敗。骸骨には接着点あったので、動かして、車の枠にくっつけましょう。随分と前かがみだな。これで発進。骸骨は車体にひっついたまま、スピード上げても振り落とされない。木の箱にぶつかっても耐えてるぜ。やはり、骸骨の重さも大事。ゴール。ドロー&ライド。縦長、下に動いてるから、ゴールが真上ってことだな。ロケットを描きましょう。ただの三角じゃねえか。エンジンを3つ、ロケットの下に取り付けて、準備完了。発射だー。ゴール、次のコース、坂道の先は、スタート地点。短すぎだろ。乗り物ではなく、タイヤやエンジンもないぜ。転がるだけですね。それ骸骨設置できてないな。あ、骸骨。いなくても転がっていくぜ。ただ形が丸に近い、枠、ガタガタしながらも止まらず、ゴール到着、レベルコンプリート。骸骨いなくてもクリアかよ。今度はまともな道。赤い光がありすぎだろ。ジャンプで越えていかなければ、いや量が多いって。傘？傘使ってジャンプの飛距離伸ばせってことか。タイヤは下につけて、傘は上に2つ。こんなので長いギザギザ越えれるのか？中に骸骨を閉じ込めて、車のスピード上げていきましょう。飛べー。後輪は立つんじゃねえか。前輪が残ってたので、ゴール。にゃ。細長い縦のコース、ゴールに向かって飛ばないといけないぜ。でも、ロケットエンジンはなし。代わりに、拳が3つ。これでいいの？これしかやることないからな。骸骨いらない気もしますが、一応、この状態で、地面を殴る。ゴール、飛びすぎだろ。ボーナスレベル、プレイヤー VS プレイヤー、向こう側に相手が待ってるぜ。タイヤの中間に、拳の配置。ここでも拳はジャンプ用みたいだな。相手の配置、真似しちゃいましょう。レース開始。エンジンボタンもパンチボタンもないぜ。なので車は勝手に走ります。どうやって差をつけるんだ。カラフルな数字、真ん中プラス5。飛んだー。この数字が大きいほど飛距離伸びるぜ。差をつける唯一の場所、またプラス5狙い。プラス 4.5。 スピードさらに上昇したぜ。対戦相手は見えなくなってきました。そしてもう一丁。時速39キロ。車にしては遅いぜ。ゴールゴールの前に、たくさんのギザギザ、飛んで上からゴール狙うってことか。でも、ジャンプするには坂道が緩い、助走の距離も短いぜ。タイヤ、エンジン、骸骨、エンジンを後ろにつけて、助走のスピード上げたいな。なので配置は、こんなところですかね。骸骨は落ちないように、寝てるぜ。では、最初からエンジン噴射、勢いつけて飛びましょう。あー、直撃じゃねえか。意外とギザギザの位置が高かったので、これは、下をくぐり抜けた方がいいのでは？なら序盤のスピードいらないぜ。逆に飛びすぎないようにして、エンジン噴射だー。ゴール、粉しか残ってなかっただろ。何これ？一応ゴール下にあるぜ。下に行けばいいと。拳が4つ、何これ？拳が4つで下にゴール。もうやること1つしかないぜ。下向きに、すべての拳を配置。うわー。レベルコンプリート。